後半、はい、やってまいりました。前半は42になってしまいましたが、うん、どうしたなんか入ったやる前から辛い。大丈夫、はい、で、はい、後半はほいなんか入っちゃった頑張って再度気持ちを切り替えて、うん、またゼロからというスタートでですね、いう気持ちで前向きに頑張りたいと思います、はい、りさちゃんは今ツアーだ、はい、今ね、まあ、途中参加だけど、うん、頑張ろう、うん、頑張ろうじゃない、頑張ります、はい、まあでも意識することは大体もう前半で分かってきたんで、 そうだね、そこを意識しながら、意識するけど固まらないように頑張ります。でもだいぶさ楽にやれるようになってるよ、ね、後半ぐらい、前半の後半なんか名前忘れてた感じ、さっきの、うん、あ、名前聞かれて、え、名前言えないみたいな、え、ごめん、例えが例えが変化、例えがもやもやが、うん、晴れたってことね。頑張ります。はい、はい、ちょっと分かりづらいわ見て、右に行きなさいみたいな、うん、T、 本当だ、やばくない、うん、あ、なんか晴れたね、晴れたよ、うん、え、ポールより右でいい？うん、まあ、右にあの擦らなければ OK だね。うん、そうそう、後ろ向くよ。ちょっと休憩が長かったから、体がなまっているからしっかり体を柔かくしてスタートしよう、はい、うん、グッショー、最高じゃん。ちょっと逃げましたけど結果良いです。最高じゃん、はい、ええやん、ええやん。カラスが半端なかったんだよね。気になった？気になった、めっちゃ。本当、うん、今気づいた今気づきました。あれだね、メンタルやられてる時っていろんなこと、いろいろ聞こえるよね。そうなの、何でも聞こえない、聞こえる。カートを動かしたあの鈴の音とかもすっごい嫌だもんチャリンチャリン、お願いします、お願いします。ご飯も、ナイス、はい、触れてる、なんだ、よい、よいしょ、はい、いいスタート、はい、切りました、10番ホール、はい、三枝さん、はい、いいティーショット打ちましたね。今が、はい、朝が良かった。そうね、なんか違ったもんな、朝の、うん、朝晴れてなかった、だって朝ロボットだったから人間じゃなかった、人間じゃなかった。なんでだろう、ほんと何回も思うけど、なんであんなるんだろうねいいとこありますよ、ありますね、リナチン飛んでますよ、問題なしだね。急にゴルフ場が普通のゴルフ場に見えてきたあの今日私が選んだのは丸の内ですって感じそうそう、これですって感じ。あれだね、ピンがマイナス8、ピンが左に狙ってこうね。あ、そうだね、傾斜も、傾斜も右に行きやす い、バンカーも右にある、でピンも右に切ってあるってことは、右に行く要素たくさんあるから、はい、ピンの左を狙ってって、で傾斜通り飛んでいけばピンに寄っていく、はい、傾斜に逆らうな、そうそうそう、最高です、最高出ました、左に打てた、はい、最高出ました、朝一がいいおかしい、あ、このさ、つま先下がりで右に行きやすいからって言って左にバーンって振ってくるのは違うから。あ、違った？今のは合ってる、今のは傾斜通り打てたけど、うん、あの朝一のさ、左の山から打ったじゃん、あ、打った、あれは右に行くよって言ってて、うん、右に行くのを分かって左にボーンって振ったって感じ、うん、あ、もう傾斜に沿って、そういえば沿ったやつじゃなくて無理やりの左ってことね。そうそう、右に行きやすいからって言って、うん、左に引っ張るとか、そういうのだとまた違うよね。それは違うね、わかりますかね、うん、難しいよね。私も今でもなんとなく自分の中で今良かったよ、今は無理やりじゃなかったっていうのは分かる、うん、
ヤード52度ギリギリ、ほんとギリギリクラブ。もうツッコミ系、ツッコミ系。ピンです。キャー、ナイスオン。でもギリギリで終わりには結構行きましたよ。ちょっともうかぶせて打った、かぶせて打った。うん、ヘイスを、その分飛ぶように、飛ぶように、うん。バーディーチャンス初めて来たよ。入れてこ、だよね。おお、だよね。何今のは切れたの、それとも切れなかったの。切れなかった。ナイスパー。はい、ありがとうございます。まっすぐだと思う。うん、そんなそんなだと思う。はい、あ、次ない。前から打つ。ほい、あー、惜しい、惜しい。いいスタート。おはようございます。おはようございます。え、11時起きました。ちょっと早く起きすぎた。今日4時45分に起きたから、ちょっとなんかおかしかったんだと思います。4時45分になんか悪魔を連れて、ま、さあれよ、兄にさ、うん、言い訳してるって言われるよ。言われるよ。言われる。今顔が出てきた。言い訳してます、三枝さんって。そうなの、言われる。この間 ABC でも言われたね、言ってたね、うん、あ、しょっぱな言い訳入りましたとか言ってたよね。短いよ、252ヤードはい、パー4。でもさ、ここも結構罠なんだよね、私の中で。うんうん、あのティーショットで、うん、左気にしないで右から回していこうと思って OB 打ったことある。ああ、左にね。はい、それを踏まえてね、はい、行けたらいいんじゃないかと。いや、あ、すごいね。フェードで行こうかなと思ったの。そっか、でもこれじゃフェードは出ない。え、もうさ、これでフェード出そうと思ったらどういうことになるの。これでフェード、相当カットだよ、うん、開いてボーンってなる。あ、でもこれでドローもチーピンっぽくもある。もうなんかバントだね。バントって感じ。バント、バントバントってこの野球の、そうそうそう、おうおうおう、みたいな、置きに行くみたいな打ち方。はい、振らずに右からドローで行きます。はい、わあ、いいね。まっすぐ、はい、いやー、打ち込んじゃうよ。全然なんかもう超いいストレートボール。立ちづらい、ここはちょっと立ちづらいね。うん、めちゃくちゃ立ちづらい。うん、振る方向だけ、そうね、うん、もう行く先はもう気にしない。これ見ちゃうとなんかそういう風に振りたくなって、うん、別人誰っていうぐらいいいよ。誰。おかえり、ただいま。おかえり、ただいま。さっき多分兄だったの。多分兄だった。兄来てたな、背中に。兄だった。うん、兄だ。あれ、兄だ。兄、ほら、結構目の前の池とか入れるから。それはちょっと納得かもしれない。たまに兄来るんだよね。兄だったね。兄だったね。おかえり、よかった、よかった。ただいま。いいじゃん、距離も同じぐらい飛んでるよ。距離も出て飛ぶようになったよね。いや、多分リサチンが落ちただけだと思う。どっちかというと私ね、そんな変わってない。うん、ピンが7奥プラス7。はい、センターより。はい、打つ距離決める。61、はい、
ピンまでね。ってことはエッジまでだと、はい、あ、エッジない。落とすとこまでだと、40とかだよね、うん。そうだね。それ61打っちゃうとダメだよ。うん。45。うん。ナイス、最高。ナイさん、あ、でもやっぱ最初の気持ちだったら大きかったね。そうだよ、ね、60言ってもらってよかった今の。よく入ったけど、あ、スピン。おお、珍しい。これは無理だわ。ちょっと半トップぐらい。半トップぐらい。これはへこんでいいやつ。へこみやつ。今のはこうへこむってやつ。何あれなの今は、うん、いつもはこう高く上げてベタっていう感じだったんだけど、今は低く出して、あ、低く出そうとしたんだ。そう、ピン効かせてっていうイメージがポンって出てきたから、それで打ったらミスりました。出てきたの急に。なんか上げるっていうイメージよりも低くっていうイメージがこの感じで出てきた。へえ。ってやったけどミス。まあ、でもなんかある。うん、そこまで。おミスでは。これアプローチで行くの？うん、へえ。もう私も手浮いちゃうわ。そこなの私のダメ。これがクロック手が浮いちゃうんだよ。うん、決めたら打つ。巨人これ上りスライス？うん、上りスライスでいいと思う。私の今上からフックしたから。そうだよね。でもあんま切れないね。うん、上りだし、はい、まあ、カップまでは届かせてほしいかな。はい。決めたら打つ。ほっ。あのね、パターね、決めたら打つにしました。迷いすぎてる。あ、おー、切れた。パキ。うまい。アプローチもう一回やりたい。あー、今のは悔しい。練習したいよ。メラメラしちゃう自分のミスにメラメラする。くそー。はい、これはこっちに立つのも、こっちに立つの真ん中でいいか。真ん中立って、真ん中か右、うん、左立って右打つはない、難しそう。あり、まあ、あり、横もありかな。後ろ向けてきてる証拠だし、こっちに立てるってことは、うんうん、手で打ってるときはこっち側にしか立てない。うん。方向悪いけど、うん、え、止まったっけ。止まったね。止まってはいる。飛びすぎちゃったパターンだ。もっと左向いて。そうだね、ちょっと違った、ね、手の返しが足りない。リサちゃん、なんかウサギみたいな尻尾生えてるそのまま打つの。うん、何も気にならなくなってきて嘘でしょあれ。じゃあ、コースなり行きました。
うん、これでどうなんだろうって感じ。いや、いいとこだと思う。広いと思う、あの先。そうだよね。うん、私なんか木が気になりそう。コロちゃんの夢であそこだもんね。うん、ダメだこりゃ。どうやって自信を取り戻したんでしょうか。そうだね。なんか私の場合は、試合で自信がなくなったから、とにかく試合に出ないとダメだなと思って、92、3打ってたけど、とにかく出てた。試合に？うん、試合、まあプロテストとか、プロテストでめちゃくちゃイップスになって、もうゴルフやだってなって、もう出るのやめようかな、どうせ受かんないしと思ったけど、でもそこでなくした自信をそこでしか多分取り戻せないと思ったから、とにかく出てた試合。そうだよね、そこで多分逃げちゃうと、もう多分一生帰ってこれなくなっちゃう。だから試合じゃなくて普通にこういうラウンド、スラウンドの時は全然普通に回れるんだけど、試合になるとイップスバンバン出て92とか80後半とかだから、これは試合で治らない限り無理だと思って、とにかく出てもいいから出まくった、もういくつ叩いてもいいって、もうパパも、もういくつ叩いてもいい、とにかく出るのだけはやめろって、あ、出ないのだけはやめろって。じゃあ叩いてすぐでまた出たの。うん、もう叩いてすぐ来年の申し込みなの。終わって、その試合がプロテスト終わりました、じゃあ来年の申し込みですって、もう標高があるからそれを持って帰るっていう、なんとも言えない気持ちだよね。こんな紙ペラ1枚がめちゃくちゃ重かったもんで、来年の申し込みをするっていう。へえ、私もそれしかない。でもね、逃げなければね、逃げなきゃ大丈夫、ちゃんと戻ってくる。だってやってることはさ、やることはやるんだもん。うん、同じことやってんだもんね、やって意味ないことは絶対にない。で、これピン狙うの結構危険。これはですね、左足上がりのつま先下がりなので、どっちかっていうと左に飛びやすい。間違えた。大きいクラブの方がいいか。うん、大きめで優しくっていうか、ハーフぐらいで振ってもいいと。で、ロフトもちょっと寝るから距離落ちるから、その分ワンクラブ上げるっていうのも全然。ボールはどっち側に置く？ボールはね、真ん中寄りかな。真ん中寄り、うん、ピッチングです。うん、右向いてる気がして。違う、いいとこ向いてる。はい、切り抜く、切り抜く方向、切り抜く方向、イメージ。あ、軽い。うん、うん、うん、はい、そう、あそこって感じ今。うん、向きはね、向きはもうちょっと向いてたから、はい、傾斜通り飛んでったって感じ。はい、だいぶ戻ってきましたね、心ちゃん。よかったです。52で打ちます。まずまずだね。こっち高く見える。喧嘩してる感じかな。まっすぐ。こっちもあるよね。うん、フックだね。でもなんかさ、この辺まで良かった。うん、良かった。この辺で入ったと思った。うん、くにゃんくにゃん。決めたら打ち。引きやります。はい。腰が止まりました。うん、緊張に。はい。
ね。跳ねまくり。跳ねまくった。OK、ナイスパー。はい、ありがとうございます。ナイス、ありがとう。戻るんだったらこうだな。リサちゃんはこっち？私だったらこっちか、リサちゃんだね。リサちゃんから打ってもらえばいいんだ。イメージが湧かないときは。こっちで。はい。私はこっち、こっちで打ちます。パー5です。はい。これまたつま先上がりの予感。うん。つま先上がっちゃってるね。キャー、いいです。あの傾斜を使って前に。ナイス。はい、ありがとうございます。ここだな、うん、この方が後ろ向く感じ。ポール、ポールちゃん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 、はい、いいテポ。ナイスショー。もうさ、問題なしだね。だいぶさ心になりました。生まれました。生まれました。左全然 OK だよ。左全然 OK。 206バンカーのとこまで、うん、行きます。私ここ2オンしたことあるんだよ。うっそ。ほんと昔振り回した時でフォローで、なんかすごい懐かしい。思い出した今。いいイメージで行こう。ちょっと左目でもいい。はい、うん、あーミスった。やっぱ今日これでね。うん、まあでも前行ってるから、うん、短いし。今の今日出るね、これこの、これがやっぱそうね、左足下がりが打てない。うん、そうだね。払うように打てるといいよ。払い打ちができると。払う感じ。タフと払う、うん。そうそうそう。払って打てると、うん、じゃちょっとオープン目に構えたりとか。あとさ、こうなんかこう行った時にさ、右に乗りすぎちゃうのはどうしたらいい？左下がりで？そうそうそう。右に乗せない。ああ、やっぱり。絶対私やっちゃうんだよね、こう、もうで、戻らないで、こっちで打っちゃう、うん、基本的に傾斜値はあんま体重移動しない方がいいと思う。はい、うん、体重移動はもういらないかな。はい、きゃー、ナイスショー。乗っちゃうよ。うん、完璧。はい、完璧。今良かったな。うん、あのライであの高さであの強さ出たら超嬉しい。ピン奥、うん、木板やなんかきついかな。きついかなって思ったらワンクラブ上げて、見て短く持って軽く打つのがいい。うん、これもあんま体重移動とかさっきのイメージでいいあんましなくても。ちょっと一回振ってみていい？うん、振ってみて体重移動しないと。で、狙うとしたら今日ピンが右に切ってあるから、ピンの左センター狙いで打っていけるといいかな。はい、これってさ、ボール真ん中目でいいかな。はい、短く持って、出た？ちょっと出た？
出たかも。でもなんかこう当たり分厚かった、うん、なんか今あれが良かった、ね、左足タイプのまま、うん、58ヤード弱し悔しい、強いか、あー、これあー結構考えたんだけどな、イメージ湧いてた、うん、ここの上りと下りが下りがだったえ上りと下りのバランスが頭の中でダメだった。ああ、なるほどね。うん、下りの方が強かった。そうだね。いいよ。来た？あ、お、あ、あ、なんだ。いや、なんかすごい手前からグー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 ってきたの。惜しい。ナイスパ。いいね、パター。それぐらいのオーバーが一番最高だよね。ね、打ててるよね。打ててるし、手前じゃないし、うん、返しも楽。うん、わかる。マジ。おー、いいね。そうだね、ピン位置結構タフだね、タフだね、そこはなんかすごい、うん、ああいう山の端の方に切ってあるのが多いですよ、うん、今のはもう奥につけて私が、うん、でさらにあそこからめちゃくちゃ寄せたかった、私が空欲張りだった、うん、ちょっとあがゆくばり、あがゆくばり